あ、これお客さん今日夜食べるんですよね。あ、いいですね。トッティがどういうふうにおすすめして、店長がどういうふうに料理するか、これ YouTube 見てる人楽しみですよ。だってなんで買うとこからもう料理するとこから食べるとこまで、料するとこまで撮りたかったねこのホタテが生まれるとこから置いたかったねドキュメンタリーで、はい、はい、長い長い旅になりますよね。北海道で生まれて育ってずっとドキュメンタリーでここまで来て、売られて、でお客さんの口に入るまでのドキュメンタリー撮りたかったな。ホタテ密着、ホタテ好きだよ安岡力也味なんかいいじゃん、名前は味なこと、味だね、名前がいいじゃん、味だもん。ブラックタイガーも名前かっこいいぞ、これプロレスラーみてえだもん、ブラックタイガーみたいな、青コーナーブラックタイガーみたいなそうじゃん、なんか名前が、名前でこれなんか、これじゃもうアンジェラ喜んじゃうから、もうハマグリ見ただけでハマグリで興奮すから、もう言葉で興奮する、あの野郎はエロいから、何でもエロく撮っちゃうんだから、偉い人見ただけでエロいですねって言っちゃうんだから、ダメだよ、いつの間にエロくなったんですかなんて偉い人に言っちゃうから。おはようございます、ご苦労様です。もう筋子見ただけで喜ぶよ、筋子どこの筋ですかとか言って、筋違いなこと言い出すから、あの野郎。へえ、絶対うまいよそれ、絶対うまい、それこれ絶対うまい、生姜だな、生姜。おはようございます、笑顔最高ですねこっちも気分良くなっちゃった。いや、とんでもない、とんでもないですよ、僕がもう良かったです、嬉しいです。遥か彼方先行かれちゃって、師匠なんて言われてちっちゃくなっちゃいますよ、弟子の方がすごくなっちゃって。うちはね、弟子の方が出世するようになってんだもん、もう弟子が俺を抜いていくようになってんだもん、それがうちのシステムだから、いつまでも俺の下にじゃダメよ、抜いていけないと、やっぱし努力してね。お口の厚焼き卵とかすごいな